のこと当然覚えてますよね。あ、そうですね。僕が生徒でプロデューサーが先生、ちょうどそんな感じかも。それじゃあ今日もいろいろ教えてくださいねっと。おはよう。すっかり打ち解けたようだね。今日はステージ衣装を決めてほしい。その後営業を行うといいだろう。ステージ衣装の決定は大切だよ。衣装によりイメージは左右されるのだ。流行を意識した衣装を選ぶことも重要だが、まあ最初は君の好きなように選びなさい。では参考までに今日の流行情報だ。確認した後スケジュールを確定させたまえ。
ですね。襟のところとかキリッとしてて。
でしたね。あー楽しかった。それじゃ事務所に戻りましょう。プロデューサー、ご苦労だったね。次はいよいよオーディションを受けてもらうよ。では君たちのアイドルランクの報告だ。今後も出会った人たちにファンになってもらえるよう活動しなさい。しかしレッスンばかりではファンはほとんど増えることはない。オーディションに合格することはファンを一気に増やす唯一の方法だ。次回のオーディションが楽しみだな。今日はお疲れ様でした。僕、初仕事で精神力使い果たしてもうヘトヘトです。はい、たっぷり休んで充電しておきます。それじゃあ気をつけて帰ってくださいね。また次待ってます。